こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こだまです。今日は先日うちが結構オリジナルで江戸小紋を染めていただいてる、東京の江戸小紋の、金田染工場さんの、金田先生にお願いをして、実際にこう生型といって、まあ、こうしたものですね。これはまあちょっとうちでよくお客様にお見せしたりするのでサンプルで使ったりしてるんですけれども、まあ実際こういう本当にこう薄い身の和紙のこうペラペラしたものですね。でまあこれはもう本当に実際に使ってるので、まあ細かい部分がもうちょっと穴が開いて、まあ実際に使えなくなってしまった生型、いわゆる僕ら通称生型というんですけど、その生型のものを譲ってもらって、で実際これに要は糊置きをして江戸小紋を染めていくというものなんです。で本当にもうこういう薄い、まあ、ものを乗せて糊置きをするので、基本的に本当にこう扱い方が悪いと、型を破ってしまったりとかするようなぐらい和紙の非常に薄いものを使ってですね、で、型を置くという作業をちょっとしてきたんですけども、で実際にその染め上がったもので今回は、まあ、正直言って、まあまあ、いわゆる私たち一般の素人がやるので、まあ、着物は当然こう染められませんね。12メーターなんていうのはもう全く染められないので、まあ、今回は半襟に染めようということで、で本来的に言うと、まあ江戸小紋はこう型継ぎといって型をこう継いでいかなきゃいけないんですけど、まあ、型継ぎはやっぱり僕ら素人ではなかなかねそう一朝一夕できることではないので、今回はまあこうして半襟にですね、でちょうど襟の後ろの部分はまあ変な話、襟がくれて見えなくなるので、襟の後ろの部分はまあ、いわゆる型を抜いた形のものですね、まあっていうものを実際にこうやって染めるということで、でまあ実際これ染めて出来上がってきたものがこんな感じのものなんですけど、まあこうした半襟ですね、ちょっと下に置いてみましょうか。まあ実際型も10種類ぐらい、いろいろまあ本当にこう難しい型から、まあ、いろんなものをご用意いただいて、で色目も、やっぱり10色以上ありましたかね、12色ぐらいかなのその色のりの中から自分の好きな型と好きな色を選んで、で染めるということで、でまあ本当に生地に要はまずは糊置きをして、まあ江戸小紋の場合は最初この白い、まあ白く残って白く見えてる部分先にそこに糊を置いてですね、で、染まらないようにして、それをまずですから糊置きをして、で乾かしてですね、で乾いたら今度地糊といって、全体の色をやっぱり糊を混ぜた、糊で全体をしごいてですね、でその上で、今度おがくずをつけて、で蒸しというのをするんですね。蒸して、で最後水元といって、水の中でその糊とおがくずを落とすという、その一連の作業をまあ1日がかりで、ちょっとやるというのを、まあまあ江戸小紋いろいろこう説明を聞いて、実際にそういう写真とかを見たことはあっても、実際に生型を触るってことはまずないので、まあそうした経験をしていただければということで、まあ、今回ちょっと、ご協力をいただいてですね、まあ、開催することができたんですね。ですので、まあ、その時の、動画、まあまあ、これからそれを編集して、で、こちらに、合わせて動画で流していこうというふうに思いますので、まあ、その時の実際の状況というのを、まあ、皆様にもご覧いただきたいというふうに思います。でこれから、当日撮った動画の、スタートをさせていただきます。もう大丈夫か。じゃあ今2人来ます。 YouTube 出ちゃう YouTube 出ちゃいますよ
すいません遅くなっちゃって、これで全員です。はい、よろしくお願いします。今日よろしくお願いいたします。あのうちのスタッフも僕もそうなんですけど、普段あのちょっと染め屋さんでもいろんな形態があって、うちはもう本当に作ることのみなので、まあ、PR したりとかこういう体験をしたりとかっていうのは本当にほぼ初みたいなものなので、ちょっと不慣れなところもあると思うんですけども、また今日一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ全体はあの工程は 一応今日工場は普段土曜日休みなんですけど、あの体験だけをするので仕事はちょっとしてないんですけど、まあ、仕事の順序はあのご説明したいと思います。であのうちはですね、江戸顧問、まあ、正式な名前はそのパンフレットにも書いてあるように、あ、もしよかったら1枚ずつ取ったんです。あの東京染め顧問というのが正式な名称です。まあ、あの通称の方が有名なので、江戸顧問、江戸顧問多分あの言った方が分かりやすいかと思うんですけども、まあ、私も組合員ですし、一応僕は今、東京都と国との両方の伝統工芸士になっているんですけれども、あの一応国から指定を受けた、組合に参加して工芸士になっているんですね。で今現在工芸士が20年かな、全員で。で僕より上の方たちは永久称号です。で僕らからは、仕事を辞めたら返上しなきゃいけないっていうシステムがちょっと変わってるので、まあ、20名の、あのいる中でも10人ぐらいはもう ほぼ仕事はもうしてない方なので、今伝統工芸士って大体10人ぐらいですね、はい、はい、います。で私の仕事はその東京染め顧問の中でも、まあ、皆さんがあの知られているように江戸顧問ってちょっと細かいなを、まあ、あの主に仕事をしています。でその他にもちょっと やれる技術はあるんですけど、まあご飯食べてるのはほとんど細かい柄を染めてあの仕事をしています。で、おじいさんから、仕事を始めで、まあ、父が後を継ぎ、まあ、自分が後を継ぎで今私は3代目になります。で、まあ、4代目はちょっとわからないですけども、まあ、続いていけばいいなとは思ってますけど、今どの、まあ、あの仕事もそうだと思うし、特にまあこういう電産品っていうのは、まあ、後継者問題っていうのは非常に難しく、まあ、なかなか食べていけないお仕事なので、あの厳しいのが現状ですね。であのうちはもうちょっと今この東所沢の方に工場も完全に移行しちゃってますけど、基本的には東京染めなので埼玉で染めてるのはアウトなんですね。だけどうちの部屋はまあ事務所が新宿にありますので、そこをもともとは もちろん新宿で仕事をしてたしっていうことで、まあ、所在地が本社の所在地が都内にあればいいので、まあ、うちも今あたり今組合として活動しております。で、一番多いのは新宿ですね。新宿、まあ、あの今先に見えた方には少しお話したんですけど、新宿の一応地場産業に結構それは知られてないんですけれども、神田川っていう川が流れてまして、その川沿いにだいたい染め屋さんがありました。で全盛期はだいたい新宿区内にも600軒ぐらいの染め屋があった。でも今多分それは10分の1以下になってる。で、あの江戸顧問の歴史はまあ400年以上前から今できたと言われているんですけれども、まあ時代とともに少しずつ少しずつ変わっていかなきゃいけないし、変えていかないと続けていけない技術なんですけれども、今日本中に電産品っていうのは225品目あるんですね。だから225品目の中にいろんな伝統工芸士がいるんですけれども、ほとんどの産地はやっぱり時代とともに変えていってるんですけども、僕らは比較的あと沖縄ですねは、あのどちらかというと伝統工芸より伝承工芸の意味合いがすごく強い産地で、あの比較的あまり変えずに未だにオール手作業で染めるっていうのが、まあ、売りというか特色になっております。なので存続がすごく難しいということですね。
で、まあ、今日皆さんに体験していただくのはもう本当にあの反物に比べたら短いものなので、で正直型紙を使ってつなぐっていうことは、まあ、正直到底不可能です、はい、僕が教えても皆さんにはできないので、ちょっとまあ隙間を空けながら2箇所灰になるようなものを染めていただこうと思ってるんですけど、一応工程的にはうんと作ってはあるけれど、その糊を使って柄を染めて地染めもしていただいて、で蒸して洗って、まあ、持って帰るの間に合わなければ夕方届けるような形になりますけど、今日中に出来上がって皆さんの手元に渡せるように今日はしたいと思っております。協力がないとなかなか難しいかもしれないですけど、はい、でまたその、うん、体験の やることっていうのが実際に工場の中入ってからこういう形でやるのでこう決めてくださいっていうことがいくつかあるので、またその時にお話ししたいと思います。で、まあ、あとはですね、まあ、作品は、まあ、時間がある時にこういうものを作ってるのって見ていただくと分かると思うんですけど、まあ、僕今ちょっと組合の役員もやってるもので、ちょっとこう他の染めるものもせっかくだから説明しとかなきゃいけないんですけど、うちの組合はちょっと特殊な組合で、僕ら顧問の中にはサラサと江戸顧問が分かれます、まず。で、あとは無地部って言って無地染め屋さんがいます。で、その他に練り抜き部っていうのがあるんですね。で、それはもう今一件もないので部としてはもう存在してないんですけども、まあ、いわゆる白生地を精錬し直したりとか色抜きをしたりっていうのが練り抜き部っていうのがあったんですけど、今東京にはもうそれは一件もなくなっちゃったので、はい、で、その無地部も今6件かな、6件しかもうなくなっちゃったので、なかなかやっぱり京都の方が値段も安いし機械化されてて綺麗でっていう形で今京都にほとんど仕事は取られてる状態、まあ、ただ、無地もあるので、まあ、無地蔵もぜひそのパンフレットに少し載ってるので、もしもしそういう需要がありましたら、まあ、楽に通していただいてでも、うん、東京の無地蔵を味わっていただけたらなと思ってますので、うん、はい、よろしくお願いします。じゃあ、適当に買ってきた方がいいですね。狭いんですけれども、まあ、一応僕も何回も説明すると時間かかっちゃうので、うん、まあ、ちょっとぞろぞろついていきながら、うん、ご説明していきたいと思います。で、説明するにあたってはその薄い方のパンフレットに、はいはい、一応工程の大まかな工程分けが7個か8個こう順繰りに並んで写真が出てると思うんですね。で、一番は型紙の彫りなので、僕の仕事はあくまでも染め物屋なので型を彫ることはしないです。図案を考えて、まあ、もしくは型紙屋の方で図案を考える場合、それはもう両方あるんですけども、で実際に型紙が出来上がってからなので、2番目から今日この工場では説明になりますし、皆さんの体験も2番目からだけど、まあ、どうしても江戸顧問ちょっと型紙っていうのが非常にこうなんていうんですかね、クローズアップされすぎちゃってて伊勢型イコール江戸顧問みたいに思われてるんですけど、実際は本当はそうではなくて、伊勢型紙っていうのは別に江戸顧問だけが使ってるわけじゃなくて、型染めはみんなどの産地のものでも使ってますから、もちろん伊勢型も使ってる。ただ江戸顧問は逆に伊勢型以外は使わないので、例えば江戸型とか京都の型っていうのは使わないんですね。伊勢の型紙しか使わないので、まあ、どうしても伊勢型イコール江戸顧問と思われがちなんですけど、まあ、今後例えばお着物に伊勢型顧問藤井さんありがとうございます。それは別に伊勢型江戸顧問ではないです。伊勢型を使ってどっか産地で染めたりとか、もしくは機械染めされてとか、まあ、そういうものが多いかと思いますので、あくまでも僕らは東京染め顧問っていう伝統工、もしくは江戸顧問っていう伝統工芸品なので、まあ、その辺をちょっと分かっていただけたらありがたいと思います。荷物は別にここに置いといていただいても構わないので、こう、まあ、1回巡ってから体験していただこうと思ってますので、じゃあ次にお願いします。別に写真とか全然構わないので、はい、大丈夫です。で、ここが色間になってます。で、まあ、もちろんそれは染め屋さんによって工場の作りっていうのは違うんですけれども、江戸顧問の特色はほとんどの織物でも染め物でも、色をつける時には
液体を使います。それがもうほぼです。だけど江戸小紋だけは液体を使わないんですね。なので細かい柄がにじまず再現できる。それは、柄も地染めも液体は使わないです。もちろん液体を使った方が堅牢度とか耐摩耗とか日光とかに対して非常に強くなるんですけども、江戸小紋の場合はそこを捨てて細かい柄をきれいに出すっていう方向に染めを向けてるので、まあ、どちらかといったらそこが欠点になります。染み込ませてない、はい。で、糊は今ちょうど入り口のところで後で開けときますので、出るときに見ていただければいいと思うんですけど、その糊の中にここに並んでる染料、今多分15色ぐらいだと思うんですけども、それで一応無限に色は出してきます。ただ京都とちょっと作りが違うのは、京都は全部データ染色なので、一つの色を作ったらそれをもう 0.00 何グラムまで測って水分と糊の量とっていうのをしてデータで色を作るので、まあ、正直パートの方でもそのデータ表を見ると、ただ東京の場合は手差しってなって自分の勘で入れてきます。もちろん合わないです。だから、ここのところに水が入ってるんですけれども、まあ、蒸してあげて、それで一度、まあ、染めたい生地を端っこを切らしてもらって、そこに作った糊をつけて一回蒸して洗って乾燥させて色を確かめてっていうことを繰り返して作ります。はい。で僕はもちろんここでできるんですけど、僕の持ち場は今もうつけの方なので、ここはうちは今女の子に頼んでるんですけども、やっぱり最初のうちは1日1食もできなかったものが、まあ、5年とかやっていくと1日10食できるようになったりとか、そういうふうにまあ伸びていくんですけど、基本的にはデータは頭の中にあるので、多分今は僕よりもその女の子の方が色合わせは早いと思いますね。でうちの場合はもともと東京の染め物はあつらえ染めって言って、作り置きしないで頼まれたものをお店に納品して、もしくはお客様に納品してっていうやり方で小ロットのものを作ってたんですけど、うちはどちらかって言ったらそれは苦手で、特に僕の代になってから僕は苦手で、どちらかって言ったら注文品に対してぴったり色を合わせて1点ではなくて2点3点同じものをこう作るっていう方が僕は得意なので、うちの仕事のやり方は比較的そういう形です。なので、売られてる方は僕どの方が買ってるか工場からあまり出ないのでわからないですけど、比較的やっぱり着付け教室とかそういうところで販売されてることがうちの商品に関しては多いと思います。ただラクアンさんに関してはほぼあつらい染めなので、まあ、僕が一番苦手なんですけどできるんですけど手間がかかっちゃうので、どうしてもあんまりそっちはやらないようにしてます。はい。でこの色合わせは非常に難しくて、まあ、注文が来てこの色に合わせてくれるっていうのはあるんですけど、糊の中に一回色を混ぜてしまうと見た目とは違っちゃうんですよ。だからこの色はこれなんですよ、この糊なんですね。だから糊面って言って見た目とは色が変わっちゃうので、ちょっとこれ隠しちゃってますけど、これ濃いグレーなんですよ、薄い、全然違いますよね。なのでみんな黒っぽくなっちゃうので、こう液体を使う染色だと見た目とほぼ同じ色なんですけど、糊に混ぜてしまうとみんな黒っぽくなっちゃうので、見た目ではほとんど分からないです。特に濃くなればなるほどほとんど分からなくなっちゃうので、一回一回蒸してあげてやっていかないとダメです。だからだいたい今多分うちの女の子で4回ぐらいの手直しでぴったり合うか、そのぐらいですね。はい。ここがちょっと京都とかの大量生産の工場と東京のシステムがちょっと違うところです。で染料は粉を使うんじゃなくて、こういうふうに一度水に溶いたものを少しずつ糊に入れないと、中で糊に混ぜるとダマダマしたりとか、きれいに溶けていかないので、一応全部水に溶かして、それを入れる時には一度沸かして熱いまま、冷たいままだとどうしても中で染料の塊ができちゃったりとかすることが毎度沸かしながらなので、夏場はここは普段仕事していれば、まあ、開けとけないので染料飛ぶから、まあもう地獄のような暑さですけどそういう状態ですね。で全部まあ色は取ってあるんですけど、
大体注文になるとこういう色に染めてくれとかこういう色に染めてくれっていうのが来るので、ここのその女の子の仕事はそれに対して、ぴったり色を合わせて、ただ色は生き物なので3日ぐらいでもうほとんどあの酸化してっちゃうので還元してっちゃうので、あの作ったらばすぐに僕の方で使わないと色が変わってっちゃうので、はい、だからどうしてもやっぱり僕らの作り方では色ぴったんこっていうのはもうほぼ不可能です。それは、はい、1日でも微妙に落ちますからね、はい、そういうところです。で、あのじゃあ出るときにちょっと元のりを見ていただいて、 この状態では食べれるんですけども、もち粉と米ぬかです。これはちょっと地のりなんで粘りがいいです。こっちはちょっと粘るか。で、こっちののりは入ってくるかな。こっちは付けのりって柄をつける方はあんまり伸びがないです。ピッて切れちゃう感じ。はい。もうどうしても生もんであんまりあのこういう時期になるとすぐカビちゃうので、海苔もすぐカビちゃうんです。だからネズミも多いしゴキブリも多い工場なんですけど、はい、こういうものがであのに色を入れてあの色のりを作ります。はい、どうぞ。じゃあ次に。これ食べられますよ。本当に。うん、舐めるとしょっぱいですよ。しょっぱいに言うとピーナッツバター、ピーナッツバター硬さが全然違いますね。地のりをしごくやつはかなり硬いです。で、柄のはかなり柔らかい。長い板を作って、その14メートル張れる板を作って、なので、私はそれでこう割りをしました。新宿で地面がなって、で、これは長さになっています。で、ここで、柄をつけるっていうのは、ほとんどの子がここでは柄をしかつけない。ただ、うちの場合はちょっと特殊で、柄をつけるし、地染めもここでしちゃうんです。それは、うちの場合は、江戸小紋っていうのは、表面染めなんです、ね、だけど先ほど言ったように浸透も悪いし見た目も裏側をしらっちゃけちゃうので、うちの場合は両面染めなんです。で、あまり裏面に濃い色すると表響いちゃうのであんまり濃い色は染めないんですけど、基本的には表面柄をつけて表面の地染めをここでして裏面はまたこっち側で裏面を染めるっていう染め方をしています。で、江戸小紋も今手間をかけてる染め屋さんは今そういう染め方に移行しています。ただできる染め屋さんには半分ぐらいしかないんです。それをここでやっています。で、今準備してるのはこれから皆さんにあの体験していただく範囲とかですけども、あのこの板自体は、まあ、ここの板はあまり背が良くないですけど、本当にちょっとした凹凸でも染み物が出ますから、まあ、できるだけ大切に皆さんの染め屋さんをして、で角度や何かもその交番にも関係なくて、一概に平らがいいとも斜めがいいとも言えないので、うちはどこともいいかと思います。で、僕はちょっと4年前に腰の手術をして、この板だけは仕事が楽なように上げちゃったんですけど、古い染めで行くとここの高さです。うちもそうなんですけど、だからどうしても普段は中腰です。どうしても腰痛めちゃうので、皆さん今徐々に板を上げ始めてるっていうことですかね。で、まあ一応エアコンはついてますけど、仕事中はあんまりエアコンに入れてると型紙がすぐ乾いちゃうので、ここも夏場は締め切りで、まあ入れられるのは扇風機ぐらいなので、やっぱ夏場は、まあ、あんまり、ね、いい仕事じゃないかもしれないです。はい。
構そうなんですよ、の仕事っていうのがないので、ちょっとこっちで終わったやつをちょっと出して説明をまずしたい。で、これ多少だったら触って大丈夫なので、もう皆さんにちょっと触っていただければわかると思うんですけど、じゃあもうちょっと。まだ染まってる状態じゃないんですね。これは多分なかなか見れないものだと思うんですけど、その染め屋さんの全てなので、これは型紙で糊をつけた状態だから、ここでもう良し悪しはもう 95% ぐらい決まります。だから触っていただくと黒い部分、これが糊です。ただこれは黒く見えるんですけど、さっき見てこれは真っ白なんです。色はつかないものなんです。防染糊です。で、皆さんにも今日それを使ってもらうんですけれども、白い生地の上に透明の糊を乗せても柄ムラがわからないので、あえて黒くしてます。それはあのカーボンを混ぜてわざと黒くしてます。はい、カーボンは別に染料じゃないので、洗っちゃえば取れるので、まあ微妙に墨は残りますけど、でもほぼ白に戻ってくるので、柄、自分たちの付けの職人の柄ムラがわかるように白の反対色の黒い糊にしてます。で、この後地染めをします。そうするとこの黒い部分は糊が置いてあるので、そこは保護されて白い部分になって、で、この白い今何にも糊がついてない部分に地色が染まる、はい、それが江戸っ子です。はい、だからまあこれも大体そう、今黒く見えてるところが色が染まらないためのこと、大体この50回ぐらい繋いでます。繋ぎ目分かんないから、だからその繋ぎ目をどれだけ繋ぎ目に見せないようにここで繋いでおくか。もちろん多少は修正できるので 100% ぴったんか合わせることはそれ不可能ですから。で、柄が細かくなればなるほど、大体柄の繋ぎ目っていうのは 0.05mm とか 0.03mm とか、そういう柄もありますから、それをもう50回目がチカチカしてきた。機械染めでも難しいぐらいですから、目はチカチカするわ。だからまあここでなんとなくこう角のないつなぎにしておくんですね。ドカンとした角がないように、ここがちょっと太くなったら急激に細くしないで元に緩やかに戻してあげるようなつけにしていくと、そういうことを考えながらここで柄をつけていく。これは多分なかなかどの染め屋行ってもあまりなんていうのかな、こう自信のある染め屋しか見せないと。で、この後にちょっと今昨日うち全部地染めをしちゃったので、全然地染め待ちのがないんですけども、これちょっと今うちのもので、これあの楽庵さんに頼まれたあの襦袢なんですけどね、これが黒い部分がこっちの黒い部分です。で、これ地染めしちゃったところです。で、これ糊なので、こう触っていただければ硬いです。だから向こうの板ではここの段階にして巻き取って、今度はこっちの、まあ唯一ここでが機械なんですけど、こっちの機械を使いながら裏面を染めていきます、はい、で、これも糊もあんまりパリパリになると割れちゃうので、これ今バリバリしてるのはちょっと湿ってるからですよね。でもこの程度のものはダメなので、何しろ乾燥っていうのはしてほしいけどしすぎはダメなので、なかなかそうやってるのは空調設備っていうのはすごく難しいところですね、はい。まあ、これは見た目通り大体激しい赤に染まります、地色は、はい、これ襦袢なんですよ。昨日ちょっと急いでやったやつで、染め上がり、多分染め上がりっていうのも
あんまりみんな多分出来上がりしか見てないので、これが全く染め上がった状態だから、つなぎ目、つなぎ目っていうのは分かりますよね。これをこれから補正していきます。一箇所全部筆で、ああどうしてもやっぱり時間は分かります。どうしても型染めって、まあ、もちろん京古紋とかはみんなつけたら終わりです、つけて染めたら終わりですけど、基本的に江戸古紋の柄っていうのはつけて終わりってことはもうほぼほぼないので、つけたらば補正をしなきゃいけないので、この先ほど言ったように尖りがないようにまろやかなムラに変えていく、はい、まあ点と点がくっついちゃったもの、それからこれは島ですから島がずれちゃったもの、それを直すことは可能です僕らで。そしたらどんな染めしといても直せますから、それは無理なのでごまかしていくってことです、はい。例えば、まあ、ここにムラがあったとしたら、ここに目がいかないようにこういうところにもムラ作ってあげたりとか、いろんなことしますわ。もう駆使します。逆にね、目立たないようにしてこれぐらいは誰でもなります。うちはまあかなりいい方染めなんで、特にこの辺の細かい柄になったら多分日本中でも3本が入る。もっと他の染め屋さんと汚い、そういう状態です、うん。ちょっと松田さんこれ巻いといてください。じゃあまあそこのまんまでこの裏側に豆マンスもいい色ですよね、焦げちゃう、これさ、目いっぱい詰めると5単かかりますよ。これさ、だから5だから100メーター以上かかる。なんで電池が入ってるからさ、だから8メーターぐらいか。バッテリーが入ってるから。持ってきておいて。今じゃ大体3単、マックスで3単しかこれはかけないんですけど、上下2段であっちにある虫歯を入れます。これももうステンのところとかブロックで積んでるところとか、比較的特徴はあの一番最初にご説明したようにもう昔からのやり方を続けてるっていう染め屋さんが多いので、木のところとかが大半ですけども、京都行くともうみんな大体ステンとかアルミの釜ですよね。で、ここの辺で、まあ、蒸気が直接たまらないのもまだ囲いをしてあげて、100度にしちゃうとダメなので、僕らここに入れた状態ではすごく水分の、一応言ってあるから、でもさらに水分を入れて液体状にこの中でさせたいぐらい水分を入れるので、あの温度となんていうかな、水分量っていうのは他の産地によっても ものすごく、あ、温度はそれほどでもないけど水分量はすごい多い虫歯紋になってます。で、ただ水分を多くするので温度を100度以上にしちゃうと、その糊の中の水分が沸点に達して沸騰しちゃうんですよ。そうするとそこで染めムラが起きちゃうので、うちだと大体98度にします。98度で沸点以下で、約30分、今はちょっと短めにして25分ぐらいで蒸してるんですけど、それで蒸します。で、蒸したらもうすぐに洗いに入っちゃいます。今日もまたやってもらうんですけど、普段昨日はそれをすると、ここに水で全部溜めて、あの少しずつずっとしながら、おけも使いながら、途中でソーピングで石鹸を通したりとか、海苔はタンパク質なので、タンパク質通るような薬品入れて、ちょっと生地が元の通り、柔らかい生地に戻るようにしたりもしながら、大体うちで8回ぐらい水洗いを繰り返します。で、乾燥させて、先ほどのような反物を地直しして出荷っていう形です。だいたいその工程を経ると一旦で最短でやっぱり3週間ぐらいかかる、はい。まあ、機械なしだったらね1日で100、200できると思いますけど、僕らの手染めっていうのはそういうもんです、はい。で、昔はこの工程を川でやったから、だいたい染め屋は川、向かいが川ですね、はい。まあ、うちはもうこっちに越しちゃってるので、水洗場っていうのはもう東京の染め屋の中でももうむちゃくちゃ広いです。
多分東京の染めだったらこれぐらいで洗ってます。だそうすると多分ね綺麗には洗えてないと思います。はい。やっぱり水の量っていうのはすごく重要なので、はい。洗いにムラがあると、あとどうなる？やっぱり絹にタンパク質が残ると硬いですよね。それから色焼けしやすくなっちゃう。はい。だからみんなまあ試行錯誤してると思いますね、東京染め。はい。やっぱり流水で洗うのは本当はいいです。うちもなんかもできないですけど、溜め水よりは流水の方がいいです。はい。でも今まあどの産地も川で洗うことはもう禁止なので、はい。なかなか流水で洗うっていうのは難しいことになっているので、どこもまあ溜め水で洗うと思うんですけど、やっぱり量とあとは層がいっぱいあるっていうのが重要なことですね。はい。でここに機械ついてますけど、もうこれはもう多分父の代ぐらいまでしか使ってなくて、僕になってからほとんど使ってないので、どうしても生地が最近の生地って弱くなってるんですよ、昔のものに比べて。あの結局しっとり感を出すからタンパク質いっぱい取っちゃうから生地が薄くなって軽くなって、まあ、着やすくはなってるんですけど生地が弱くなってるので、どうしても傷みやすくなっちゃうので激しく洗うからよく簡単でいいんですけど、だからもう今ほとんどこの中に僕あの長靴履いてこう振り洗いしてそれを7回ぐらいに分けて洗ってるんですけど、まあ、今こういう機械を使ってないんです、はい、でも工程的にはこんなもんです。はい、でただこの工程の中でもすごく特色があるのは、他の産地は全て一つ一つの作業が分業です。だから工場が違います。だから一つの田んぼを作るのに3軒4軒の工場でやっと物が出来上がる。だけど東京の場合は一貫生産なので、あの一社でできる。だから僕伝統工芸室の全工程のテストがありますから、他の産地の職人の量とは全然覚えなきゃいけないことがべらぼうに多い。ただ一つ一つは多分京都の職人の方が僕より上手い人はいくらでもいる。ただ僕はトータルで80点取る、はい、そういう作り方ですね、はい、じゃあとりあえずこれで、また分からないことはいくらでも説明していただければ、あの質問していただければお答えしますので、ご飯前になんとか皆さんのツケが終わるように頑張りたいと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと荷物類はもう置いていただいて、涼しくなりましたよね。もう最高。雨がね、降るか降らないかだけど。今日だっておみこし明日なんですよ。雨降っちゃうとね。どうすんだこんな準備してなんて。みんなで言う。じゃあ荷物を置いた方からどうぞ中に入ってください。あー、ね、これがね、いまいちね、自信がないと。どうぞ。すみません、カレンダー、セイザンさんと、この人、教材ないだっけ？ん？セイザンさん。おじさん。あ、そうなんだ。さっきそういう名があったんですよ、ね。うん。やっぱどなたかな？で、基本的にお父さんがのぼるさんで、で、今の説明してくれてるのが、トモマサさん。はい。すいません、ありがとうございます。どうぞ。どうぞ入ってください。ただ、そんな入ってる。で、やる方の順番をまず決めていただいて、僕と彼女も2人で教えてきますので、2人ずつやってきますので、2人ずつなんか順番を決めていただいて、誰からでも大丈夫。大丈夫？よくあるんじゃない？今日を発色してまして、こちらホワイトボードのところに発色つけてます。で、自分が染めたい色のところに
前なり何なり書いていただいて分かるようにしていただければそれで染めていきますのでお願いします。難しい、悩んじゃう。よしこさんもやるんでしょ。やりますよ、うん、どうしよう、決まったから方から言っていただければ、うん、俺持ってます。やる方だけがとりあえず決めていただければ、あとはゆっくり、ゆっくり、あ、最初ね、最初にやる、はい、どうします。でもまだ最初は柄だけですから、はい、あとから聞いておいていただければ、そこだけ見ておいていただければ。それで皆さんに一回一回多分教えてると時間がなくなっちゃうので、最初に一回僕がお手本見せますから、皆さんそのように真似をしていただいて。そうだ、最初の方が濃いですよ。あくまでも、あとの体験ですから、皆さんにやってもらいますので、まあ、できるだけ失敗しないような型紙とやり方を考えておりますので、そうですね、この中にこう入っていただいて、まずヘラ、コマの持ち方は、まあ、2本もしくは3本で持つんですけどね、後ろは1本もちろんないからね。その時に結構多いのはこういう持ち方とか、あるいはこう持ったりとかする方が多いんですけど、ここに板が必ずついてるので、ここに引っ掛けるような形で、はい、で上から持つよりもちょっと横から持つっていう、はい、で糊は必ず下から取る、はい、で左手は重要なんですけど、必ず型紙をしっかり押さえる、で糊をしっかりこう伸ばしていく。で僕らは大体こうやって柄つけていくんですけど、これは皆さん絶対無理なんですよ。なので皆さんではこういうつけ位置してる、その時に気をつけなきゃいけないのは、糊がつなぎ目が分からないようにしてくる。多分皆さんがやるとこういうふうになってる、こういうふうにつなぎ目が分かるようになってる。そうするとここで色ムラを起こしますから、まあ、そのぐらいの修正は僕はしますけど、まあ、できるだけ押しべらだけにしても、こうつなぎ目ができるだけないように、うん、そのコツは何ですか。手加減です、ね、強すぎず弱すぎず、強さは全然いらないです。ただノリが伸びれば大丈夫、結構力入れる方も多いんだけど力いらないです。ただヘラは必ず下がまっすぐにできているので、うまくいかない方の多いのは、押しすぎて片側が浮いてるとか、例えばこうなっちゃってるとか、そうするとこう残っちゃいますよね。ヘラまっすぐだから置けば絶対平らなはずなんですよ。なんですけども、逆に後ろ側持ってるので、後ろ側で前が力入らないとこういうふうに残っていっちゃうとか、はい、まあ、何しろここまっすぐなので、トンと置いたらそのまま軽く押さえつけてあげて、それをまっすぐで、禁止事項がある、止めない、絶対ダメ、止めたらそこで柄が潰れちゃいます、はあ、で行ったら行き続ける。で左手は少しずつこうやってヘラが動いていくので、少しずつこう追っかけて、そうしないと肩がずれちゃいます、はい、だから左手結構重要、そこだけみんなこっちに聞いておられて、こっち全然ダメですこうなっていっちゃいますから、そうするともうここずれちゃいます。必ずこう。安い機能が重要かな。で次に、角度、角度なんですけど、立ちすぎダメです。寝すぎもダメです。皆さん、うまくできるかな。結構ね、こういうことが皆さん多分起こると思うんですよ。こういうふうに柄かけていっちゃうんだ。これはヘラをこうやって寝かしていったりすると逆に起こる現象、逆に立てていっても欠けていっちゃうんですよ。だから角度は絶対変えないんです。60度ぐらい、これをずっとそれだけ注意すれば糊は伸びます。持っていく量が適正だと思います。足りなくなっちゃったら悲劇ですね。糊が足りなくなっちゃったら、そうですね、そうするとそこをまたやらなきゃいけなくなるので、それだけは気をつけて。何しろ糊を持ったらば、角度は僕のこれ見ていただければ分かると思うんですけど、ちょっと今雑にやりますけど、絶対角度どんな速くやっても変わってないと思うんですよ。これが重要です。
そこだけ気をつけていただいて。じゃあちょっとここだけちょっと開ければ一回誰かこうやってみますね。多分そういう現象が起こると思います。あ、でもうまい。でもね、ちょっと今のじゃあ力入れすぎ。音が違う。うん。最後で2回だね。はい、あとですね、このコマこうやって置きますよね。だからこの部分からがつくんですよ。たら半分重ねるような感じでつけていきます。半分ずつ。だからこれ動かしてこうはいかないんです。これ動かしたら半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい。はい。だから重ねてきますかね。その状態でつけていきます。で、まあそんなに。ちょっと僕はビビらしてるだけで、そんなにムラは出ないような柄を選んでるので、まあ、柄と色の兼ね合いもあるんですけど、まあ、何しろ一番いけないのは型紙をずらしちゃうことなんですよ。それは僕らでも絶対修正はしてあげられなくなっちゃうので、何しろ型紙がずれないように左の手は必ず型紙、ヘラが動くところの下を押さえていってもらって、それが重要です。それが注意事項です。はい。であとは、1番目、5番目ぐらいまでの方をよく見ていただければ、多分後半の方の方がもうちょっと。そういうことです。ちょっとこうやって見ると、彼女が多分ちょっと濃いと思うんですよ。ああ、そうですね。まあ、濃いのがずっとだったらいいんですけどね。それぐらい人の手の圧力によってちょっと違ってきちゃうので。はい、パンダ、パン、あの種類が、あ、じゃあ松田さんに、はい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 、遠慮しないで早くしないとダメですよ。はい、うん、でも一回つけだけやっちゃいましょう。はい、じゃあまずここに柄があるのでえずりがないからちょっと型紙切っていただいて、ね、すごい。もし止められたらここにボールペン置いといたのでお名前書いていただけるとありがたいです。まあ、止めるまでは全然変更して構わないのでお好きな色にして。型つけてからでも。あ、全然大丈夫です。型でもね、ちょっと変わってくるのですごい柄がいっぱい壊れてるのか。ちょっとこれ難しいかもしれない。白のこれやめといた方がいいな。チャレンジャー向け。これ難しい、うん、柄がねカチッと分かれてるの難しい。あ、でもいい。いや、これはそうでもないじゃん。意外と細かい方が目立たない。これなんか四角いのじゃあそれ汚いって言うんだ。あ、そうですね、やる前に。なのでそこの場所に行ってもらわないと。じゃあどれでやりますか。私はあっちのでいいんだって。うん、どれ、これですか。それで。あ、あの、はいはい。じゃあこれからやっちゃいましょう。
じゃあですね、やられ見てる方はここに入っていってもらおうかな、この列に。あ、大丈夫ですよ。結構当たると痛いのでお気をつけください。見る方はここでしたっけ。この中入っていただいて。背の部分はちょっと柄抜いて、ここからまた、もう柄つなぐのは絶対無理なので、はい、で先ほどのようにこうして下からのりをすくって左手を押さえて、ここぐらいまで。そうですね。でこれは黄色いところから柄が始まるので別にここからでも大丈夫。はい。あ、中心わかりました。分かった。お願いします。もうちょっと。はい、たらここを押さえて必ず左を、じゃあこう、はい、あこっち、それで下からのりをすくう、これぐらいか、はい、そうですね、ちょっと足りないけど、まあ次途中でで、そこに置いていただいて、じゃあ一回だけ持って添えますね、こうたら半分ぐらい重ねて手をちょっとだけ動かして、それを続けていきます。もう足りなくなるから。多分髪がピッてなるのはヘラ止めちゃうからですね。ああ。ものすごく溜まってますけど。このツケっていうのはかなり性格が出ます。そしたらもう一回だけやってもらう、はい、2回やってもらう。その時に2回目はこういうノリが、まあ、もちろん欠けてるところも含めて何しろ真っ平らにしてくれる。気持ちだけでいいです。筋筋それはじゃあ僕が直します、はい、だから多分あのいろんなとこ行くとすりの体験っていうのは多いと思うんですよ。正直すりっていうのは簡単です。江戸小紋の片付けっていうのは本当に難しいんだけど、なかなか体験がないのは多分そこだと思うんです、うん、え、すりっていうのはハケに、そう、型を置いてハケで、もともとがムラムラの染めですから、うん、ムラが出てもわからない。京都の方が友禅会館とか行くとやらせてくれるのは必ずそういう型紙を置いて、でハケ、ハケ丸化けに染料をつけて。そしたら。今度はこれ持っていただいて、必ず 対角でね、で持ってこのままプンとまっすぐ上げるんですけど、はい、上げるときゆっくりじゃない方がいいです。これぐらい。そしたらここにまた線が書いてあるので、そっちを。そっちを。今こう置きましたよね。本当はちょっと分かりにくい。
分かりにくいけど、ここのところに点はこの点を合わせなきゃいけないでしょ、こことそれ不可能ですよね、多分、うん、だから分かりやすいこれで後で修正してつなげるんですか。そうです。あ、今回はもうここはもう無地にしちゃいます。だから背抜き、背は抜いちゃいますか、ここ見えないところ、はい、なんかすごいついてますけど、これ糊の匂いですか、なんか、うん、もう僕ら多分慣れちゃってるから、嗅いだことあるような匂いだけど、なんだろう、なんか昔の大和のりとか、あ、うん、うん、もうちょっと今度はもうちょっと早いし、懐かしさを感じます。そうですよね、力加減が、あ、だよね、だってこうやった時に向こうが浮いてきたら嫌だもん、はい、それはやっぱりちゃんと分かってる人だっちゃね、10年ぐらいはやらないちゃんとこう止まってればね、はい、ね、え、そんな感じですよね。この型紙が、アムトじゃ体格である。この型紙はシャバリ型って表面に保護するために膜が張ったんですよ。それでシャカシャカになるんです。これを張ってない紙は音ならないです。大きいです。大丈夫です。じゃあそのまま向こうやる。綺麗。今度はジロー。やっぱりね、下からすくって、うん、もうこれ続けた時点で、ちょうどいいから悪いけど一回通らしてるんで、あ、ごめんなさい、じゃあそのまま置いといたままに、ちょっと出た方がいいですね、はい、あ、ごめんなさい、で、そしたら、じゃあ2番目の方、片目つけるので、はい、つけるんですか、そういうの、はい、両方、はい、入れましょう、はい、そしたらそれをすっと上に持ち上げて、はい、はい、なかなかいいんじゃないですか、そしたら今度、柄の端目、こことここに合わせるようにして、柄の端目、全部、で、上がちょっと曲がってそしたらこっちでまた同じように、はい、何もピンクがついてないコートない、うん、それで半分をさっきよりも全然角度安定してきているのでいけますか、いけますね、こういう感じで引き流しちゃって、うん、あ、自分でも分かりますよかった、自分でも分かった、そうだね、今こちらが進んでられる、今日はスッて上げるようにした方がいい、あ、面白いよね、じゃないとここのところで止まっちゃうので、ちょっとラグマンさん通らせてもらっていいですか、ここ、はい、こっち側からちょっと奥に、うん、こんな感じです、手を直してお願いします、ちょっと余分なので削っていきます、そうですね、でしかも今ハエだとここの部分しかつけないからいいんですけど、実際は型紙ここまで使うので、そうなってくるとやっぱり、でこれまたここの対角で持ってスッと持ち上げて、はいはいはい、よろしいんじゃないですか、あ、ありがとうございました、そうです、あ、今置くときはまだ色ついてないからいいけど、2回目のときはね、2回目のときはちょっと気をつけておかないと、うん、気をつけておかないと、
でこれもここから柄が生地なので、うん、別にここからつけなくても大丈夫です。この辺から大丈夫。あ、そういうことですね。で、この白いところまで。もしくはこの辺。確かに白いところ。ついたところは白くなるんですか。そうです。この黒い糊が白くなるんですね。そうですね。そうです、そうです。本当だ。雲の巣が違うみたいな感じですよね。雲の糸が垂れてやるんだ。ああ、抜けるんだ。あ、じゃあちょっと待ってください。かけたところは気にしないでください。押すところの下を押さえた方がいいですよね。そうです、うん、あ、で、一回ヘラ置いたら絶対持ち上げないでください。そしたらば今多分ちょっとだけ移動の幅が広すぎるので、あ、本当はまあこれぐらいがいいんですけど、はい、はい、落ちるところが蝶々のところだけだから逆に少ないよね、こっちは落ちる、落ちるも、そうで、うん、うん、そうだね、うん、だから綺麗に落ちないとダメだし、ここに浮いちゃってるよね、あ、そこはちょっと柄がかけない、でも2回目で、まあ、2回目で、はい、うん、だいたいコマンっていうのは型紙は昔から言われてるのは一面だいたい5秒、5秒、そうしないと型が戻っていただいて、まあ、結構綺麗ですけどちょっと残ってるところがあるので後半すごく良かったです、はい、この線を残さないように、糊がつくようにってちょっと下に向けても大丈夫、ダメダメ、角度は置いた角度で一定ですね、大体60度ぐらいです、うん、とかあんまり動かさない方がいいね、はい、同じ角度でいった方がいいです、うんうん、ね、皆さんね、これ寝かした方がつくと思うんですけど、寝かせると糊がどんどん上がっていっちゃうんですよ。ああ、そう、こういうふうにすると、ね、逆効果になっちゃうんですよ。あ、そういうことです。60度大丈夫です。ああ綺麗ですね。そしたらじゃあちょっとこれ可愛い感じ、髪が綺麗な感じ、可愛い可愛い、やっぱりいいかな、うん、いや、やってみなよ、うん、私もやってみようかな、うん、はい、ここも、昔の職人さんは、まあ、正直、まあ、父もそうでしたけど結構オーバーで柄付け15年とかね言うんですけど、そんなには正直かかんないだけど10年はかかります。さすがに2回目慣れてきましたね。すごく綺麗ね。お父さんはじゃあ神田川でやってたんですか。やってました、途中まで、地の台の途中まで川で洗ってました。あ、じゃあもう一回やってください。同じように、はい、そうだ、2回やって。私のちょっと知り合いでやっぱり やってた方がいて、はいはい、落合あの辺ですか。なんかそんなこと言ってもね。じゃあ昔は本当に小紋屋だけでも200件ぐらいありましたから、僕も知らない染め屋さんいくらでもね、はい、僕が組合に20年前に父親亡くなって、ちょうど僕が30の時に僕その組合に出席するようになったんですね。その時でも30件ぐらいあったんですよ。今10何件ですから、はい、もうどん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 減ってる。知っちゃう。多分これはもうほぼ直さなくて、ね、
そしたらここと ここを持っていただいて貼りませるっていう感じですね。そうです。それでポッと、はい、あ、でも持ち上げ方がうまい。持ち上げ方がうまい。そうなんです。ずらしちゃう。上がったり。今こう黒くなった部分が染め上がると黒くなっているので、ご覧の感じで全然違います。じゃあいただきます。ありがとうございました。はい、すいません。じゃ3番目の方、じゃこの紙変えちゃって、はい、これ3番目の方、はい、じゃあ私それもらって、これって難しいね。それ難しい。めちゃくちゃ多分失敗します。そう言われるとやりたくなっちゃう。やります。今現れた。ちょっと糊を固めにしてあるので失敗はしにくくはなってるんですけど。こういう綺麗だね。綺麗だけど。色が多くなってるな。だから余計こうね、あのモミジのあれも面白いけど。まあ、力の入れ具合ですね。もうそれだけで。透けてる部分が多いほどよりそうです。この空いてる部分ですね、穴が開いてるっていうか、その部分が多いほど、塗りが下に落ちるわけです。そういうことなんだ。こういうの、塗りが食います。ちょっと量を多めに持っていかないと、塗りが足りなくなる。水分だんだから。じゃあこれと、体格が。その柄を書いてるので、まあ、仕上げるのはちょっと無理なんで。また同じように、おじさんらしい柄を合わせて。うん、まだまだ変えてない。あ、まだ変えてない。違う。ちょっともうノリがついちゃった。大丈夫ですよ。こっち下ろしちゃっても。これいいですね。これでね。これも綺麗。薄ブルーか。ヤクちゃんの色をこれでやったらどうか。こっからつけなくても。ここら辺ちょっと破けてるんで、なんちゃら最初はガラギリのぐらいのところ、あ、ちょっとここかけちゃいますね。それも味で表には出ない。この辺まででいいんだよね。
全然見てたらなんか簡単そうなのになんて難しいんですよ。そうなんだ、うん、やっぱ難しいんだね。ねでもうちょっとほんのちょっと下からもうちょっと下から、はい、あそうかあまりギリギリだとね、うんうん、2回目 で大体大丈夫なんで、じゃあ2回目はこの村を削っていくよ。でもそんなないですよ。あ、もうちょっとですか。今の状態かなりいいです。うん、次私その次やりますか。私こっち、あ、そっちの柄もう一回だけほんのちょっとこの辺でやってくれますか。はい、大丈夫です。あれピンクのやつがあとどこにある。これもそう。そうですね、これもそうかな。できるだけ手直ししないそのまんまの方がいいですよね。こっち側にはピンクのやつついてないけど、そしたらこことここ持っていただいて、今度はこっち側の端をこの線です。置いてずらすのはダメなんです。2回目はね、そうだよね。あ、そういうことね。思い切って思い切って、うん、大体合ってますよ。そしたらちょっと柄斜めですけど、まあ多分それは分かんないと思うんで、まあこれぐらいの位置かな。逆にあのあこれはさ、あの飛んでるからさ、若干ずれてても大丈夫だよ。この柄でよかったよ。あのしっかりしたさ、あのしっかり横とかさ、四角いとかさ、あれだとバレちゃうじゃん。いや、あと半襟仕様にわざとこうカーブをつけました。そういう感じで使ってもいい。もう一回最初からノリを均等にしていきます。ちょっと手前が漏れ気味なので、難しいんですよね。でもそれがね、そんなに簡単だったら僕らはね、何十年もやらなくてもいいから。もう15年なのに。1分2分の状態でそんなになかなかない。でもうまくできてんじゃん。でも最初は何もついてないから難しいね。2回目確かノリがもうさ、ああ分かって、うん、こっちのついたノリが残ってるから。全体的にすごく綺麗についてるんですけど、特にこれぐらいです。これぐらいが全然力がない。そうなんだ。ただ下はどうなんですか。動きには言われたんだけど、動き始めると多分そうですね、やっぱり最初と止まっちゃう。そう、大丈夫。だからこことここをつまんでいただいて、結構まっすぐ上に行って、はい、そうですそうです。おおすいません、奥出ます。すごい毛についてるじゃないですか。やっと無くで。あんまり考えちゃうとこの辺でできたら、ね、そのままで足りますね。うん、すごくいい角度です。なんか気持ち上まで伸びていきましょうね。足さなくていいですか。ちょっと足してみましょうか。ここをつけて、そしてあの半分重ねるので、はい、これを持っているのが大事なんですね。そうです、そうです、ね、大丈夫です。じゃあ左手もちょっと離してください。全然ダメ。最後まで止めちゃダメです。かけちゃったらとりあえず上までいっちゃいましょう。、はい、そうすれば練習にもなります。そうです、そうです、そうです。あともう一回。そしたらさっきちょっとここ欠けちゃったので、ここら辺から始めていただいて上まで伸ばしましょう、ね。はい、消えました、はい、ちょっと
とあとここが糊少し余っちゃってるのでここも少し最後糊取っちゃってちょっと。余計に。そこだけ私取ってるのね。だからこことここ持ち上げます。はい、上にスッと持ち上げます。はい、うん。結構ここで固くつけちゃったりとかする。あ、もうすぐだね。あ、ありがとうございます。皆さん上手ですね。結構あの小学生とかもやったりするんですよ。そうするともういろんな方向に手を持っていっちゃうので、まっすぐだよって言ってもまっすぐじゃないんで。こうなってますよね。だいたいこれぐらいの感じで、からの切れをこの線に合わせて。左手も、あ、そうですね。あとはそっちがまっすぐになります、ね。はい。あのこれをやりましたよっていう。ここ一点に本当にかけるような。いろんなね。大丈夫です。その辺まで大丈夫。あ、本当に。これがいいですね。はい。はい。初めてなんで大丈夫です。思いっきりやった方がいいです。弱いんですよ。はい。ちょっともう気持ちに近い。何にでも合う。そしたら左の手もかけるか。そうですね。私下からやりすぎて上が。お出しますね。どこ行っちゃっていいんですか。あんまり何も考えない方がいいですね。あんまり下からやると下って押さえるとなくなっちゃう。やります。ごめんなさい、すいません。でここそうですね。だったら2回目ちょっとこんだけ入れたんだから上手いだろう。これで押さえる。もうちょっと上まで行った方がいいかな。さっきと同じように上になる。どうでしょう。かけてないんで。からかけてないんで大丈夫です。かけてない。よかった。はい、下からやりすぎちゃった。上がね。大丈夫。ありがとうございます。大丈夫。あとはここのところに、このぐらいのあたりを持ってきて、スタートバックパン。このぐらいの位置で、そうです、ちょっと離れます。あ、ここがいい。はい、ただですね、今、スタートの時が、なんていうのか、ちょっと速すぎるんですよ。だから一定のスピードで向こうまでスピードが変わらずに、最初が遅いんだ、ごめんなさい、ゆっくりでこういう感じになっちゃうんですよ。だからじゃなくてこう同じスピードです。はい。いいんですか。自分でしようと思ったら楽でした。あ、今日そうだ、俺気にならなかったけど左利きの人いたのかな。
左利きの人っていませんよね。左利きの人でも、でも同じですよね。あの反対からやらない。反対からやっぱやるんですか。あの本当はできないんですけど、うん、それをやるしかないです。あ、そうですよね。ちょっと待ってください。大丈夫。多分ここちょっと柄が乗ってないじゃないですか、うん、あ、はいはい、っていうのは糊がいってるけど力が入ってないんですよ、うん、だから最初はどうしてもなんか力が抜け気味っぽいので、うん、あのそれだけはちょっと、うん、そう軽く軽くですよ、あの強くっていうか当てるっていう当てるんです、はい、そうですそうです、それぐらいの力ぐらいです。綺麗、うん、寝てるなっていうの。あ、そっちでやばい。これで2回目なんてできるんですか。大丈夫です。なかったらすぐ持ってきますから。水溜めで大丈夫です。ここがちょっと柄乗ってないので、でね、うん、面白い、ね、前にやったことありますか。全然やったことないですよ。全くやったことないですよ。でもこういうものは好きだから、はい、はい、手に持っていただいて、上にシュッと持ち上げます、はい、大丈夫です。そしたら今度こことここに柄が来るように合わせてあげます。ここに落ちるのがなんか嫌だなと思って逆に持ってた方が良かった。いや大丈夫です。肩の向きはこういう向きなんです。置いてて大丈夫ですよ、はい、らなきゃいけない。でもそこがね、あの切れてるからね。あ、いいですか。あ、調整してくれたの。ありがとうございます。なんか向きがちょっと、あ、取れちゃったね。って感じになりました。いいですか。いいですか。これで間に合うんですか。間に合います。可愛いですね。これ一番多いんでしょうか。終わりました。ごめんなさい。そうですね。ここに線が引いてあるので、まあ柄の端っこをこの大体。だんだん斜めになってるので。まあそうですよね。まっすぐがいいです。ですか。あんまりやっちゃうと柄がすごく太くなっちゃったりとかするので、うん、基本江戸コーンは1回か2回しかやらない。はい。はい、大丈夫じゃないですか。すごい色のときは撮ろう。カメラの画像。これでいきましょう。でも大体で、下からもちょっと見ます、はい、で大体まあこのぐらいまでやってくれるんですよ。そうちょっと
もうちょっといい感じ。ちょっと横から持ちすぎなの。もうちょっとぐらい。そうですね。もうやらない方がいいです。あ、もっと。それは、ですね、スタートする瞬間に、ここでせっかく構えてるのにこうしちゃうんですよ。なので、このまんまの角度で、ちょっと待ってください。このまんまで、そうすると、ノリが全然、そうか、違うんだよね。そうです、そうです。そうなんだ。なるほど。そうです。お互いを対するのに、くっついちゃうと、髪が、もう、ベタベタに、そうです。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 そ, ね、そしたらもう一回、そうですね、もう一回やってもらって、今度は頭に戻るって、今度はまったり。もう一回これやってもらいますからね。でちょっとだけ見てください。スタート角度決めたらこのままいきます。そうすればここと例えばここ、これが違いますよね。違いますよね。同じぐらい盛りすぎちゃってるんですよ。だから最初に力入れたらば。そのまんまの層で抱いていく。これ変だな。反対じゃないか。まあでもいいぐらい。そうすれば。こことそこ持っていて、今度はここを頭に合わせる。飛びちゃったんですよね。そうですね、そっちですよね。そうです、そうです。その角度忘れました。ちょっと最後乗り込みなさいなので。うん。やったからね。日が陰っていうのに。合わせました。大体合わせました。格好だけは。したら下を押さえて、はい、で、ここに糊を置いておいたんで、そうですね、少しこれをこのままちょっと斜めにして。こうですよ、うん、この辺が親指がいいです。中央ぐらいの、うん、でこういう感じ。あ、そうだ、このところが薄そうなのでもう一回行きましょう。でヘラを置いたら絶対上げない方がいいですよ、はい、一回置いちゃったら上げるのに、はい、ちょっと上がってるか見てみましょう。そういうのを置いていただいて、あ、それがダメ、これがダメ、それがズレしてダメだね、ダメな例をやりました。置いたら、あ、難しい、し全然ダメなの。ちょっと試してみます。ただね、今やっぱり例でこうなるんですよ、うん、それダメです、このままです、この角度が頭にほら寝るんですよ、それがダメです。はい、じゃあ手添えます。持ってください。一瞬ね、動き始めるときこうなるんですよ。だからそうならないようにして、そうすれば分かるんですか。じゃあもう一回乗り取りましょうか。はい、じゃあこの辺押さえて、あ、そうか、そうか、指が
俺一番下手じゃない。たくさん見てきた割に超下手だよね。失敗しないでちょっと動いておこう。かわいい。そう。シーツには後半ヘラが立つんですよ、はい、角度は変えないんです、そう、お上手、だから今度鳴らして綺麗につけて、これは腰痛くなりますよ、ね、これだってまだ高さがあるもんですね、20センチ以上低いですからね、もう一回、もうちょっとこっちまで、はい、そうですね、はい、大丈夫、じゃあ、あ、じゃないんだ、ちょっとそのまま置いてください、ね、あ、こっち、あ、じゃないです。今もずれたな、たぶん。あ、ギリちょん大丈夫だけどちょっとまだかな、今、うん、こうやって持っちゃったんですよ、だからこれこう動いちゃったんですよ、型紙が、ああ、上に、はい、あ、それもうやっちゃって、あ、動いた、あ今も見えた今も見えた、じゃあ僕これを押しちゃうんだよね、ヘラを置くのが遅すぎるんですね、押さえるのが早すぎちゃってます、うん、同時ぐらいに押さえるともう失敗が起きないです、うん、これとこれは、はい、そうですね、そうですね、うまく食べるかない、そこに見せると増えて感じしないんですけど、例えばもう極端に一番最初と最後のところに見て型紙もだんだん乾いてくるので、すごく降りてたところがだんだん乾いてくる、じゃあそこ僕あるかもしれない、こっちはそういう感じなんですけど、そこに型もまた変わっちゃうので、それなりように刺さってくれる、でもそんな見方してれば、何見ても興味出ない、なんかね、面白かった、それを見てるだけで、いや、内田君みたいな、何でも、何でもきっと、ね、面は綺麗なんですよね、多分これ、ほら、ここはゼリーにするじゃん、でもまあこれも自分の作品です、はい、はい、じゃあこれも最後持ち上げて、はい、こう持ち上げて、はい、上に、真上に、はい。
これ名前書いてないけど、みんなわかるかな。忘れないようにしておいて。あ、書いておいて。多分うちの方が書いてある。書いてある。はい。メガネが、はい、ごめんなさい、すいません。これだ。